おはようございます。即下塾の久保です。いや、すごい風ですね。ここ広島県福山市は、まあ、特にね、大雨とか暴風に巻き込まれてるっていうことは私の自宅に関しましてはないんですけども、とにかくすごい風でね、えー、庭のものがいっぱい飛んだりとかしていますね。昨日のうちに掃除とかしといてよかったなと思います。まあ、こんな中でもね、でもね、キャンプに行ったりとか、花火をしたりってする方いるんですね。 とっても危険だと思うんですけどもニュースでも報じられてましたうんなんかねいろいろな予定はあると思いますけども各地で花火大会が中止になったりねそれから夏祭りが中止になったりとかしてると思うんですよ、うん、やっぱ安全第一ですから本当に楽しむはずだった花火とか夏祭りも 事故とか怪我が出てしまえば、一気につまんなくなりますし、多くの方に迷惑かけますし、それからこういう嵐の時って、救助隊もね、大変なんですよ。救助隊の方もできればね、何も起こらずに、まあ、詰め所とか待機室でずっと待機してるだけの方がいいと思うんですよね。あやさんおはようございます。まあ、そういった意味も込めましてね、えー、皆さんご安全にということでございます。ご安全にといえば、本日終戦記念日なんですよ。うん。まあ、正確に言えば、 9月2日が終戦記念日だよって説もあります。これはポツダム宣言の日ですよね。でも、8月15日ってなんでね、私たちが終戦記念日というふうに位置づけてるかっていうと、その天皇陛下の玉印放送が、玉音放送ですかね。天皇陛下の、まあ、終戦宣言と言ってもいいですよね。あの放送を聞いて、えー、多くの国民っていうのは、あ、戦争が終わったんだっていうふうにね、まあ涙したわけですよ。で、私が思うところ、この涙っていうのは、 戦争が終わって日本が負けて悔しい悲しいっていうことよりもどうなんですかね私はねこれはちょっと分かんないですよ本当に戦争が終わってよかったという安堵の涙とあと何、うん、ていうね愚かな時間をずっと過ごしてきたんだろうと全部戦争終わってしまったと 何も残らなかった、失うものばかりだったということでね、振り返って脱力の涙だったのかなとか想像するんですけどね、皆さんいかがでしょうかね。はい。いつもね、えー、いろんなあ話題をこうやってお話ししてるんですけども、皆さんからのいろんなあ声もね、毎日届いております。昨日もね、午前中いっぱい返信が間に合わないくらいいっぱい来ててですね、本当にありがたいなと思いますし、動画でメッセージくれる方も最近はいらっしゃってですね、非常に面白いなと思います。あ、ちなみに今ね、私、あの、n i t 2 0 0 0の中からなぜか放送してるんですよ。ちょっと見てください。 コックピットね。こんな感じでございます。ね、大きなおもちゃみたいな感じですよね。あの、男の子とかがお子さんにいらっしゃる方っていうのは、どうですかね、家に1台こういうおもちゃみたいな車があったらね、楽しいんじゃないかなと思いますよね。はい。こんな感じですね。上の方にもいろいろボタンがありますよね。こういう風なとかね。こうやって動くんですよ。うん。で、ここ、画面が映ったりね、するんですよ。はい。ここもね。 こういう風に画面が2個あってね。はい。まあこんな感じでナイトのコックピットできてるんですけども、まあなんと言いますかね。えー、あおはようございます、ユミさん。ナイト2000は私がね、わからないなりにいろいろと、あのー、同じね、全国のニナイトオーナーとかトランザムオーナーさんの助言をもとに私がね、直しました。もう今大丈夫です。完璧に直りましたんで、エンジンルームにつきましては私はね、 今までボンネット開けたこともないような、本当に46歳でした。車何台も乗ってたんですけども、ボンネット開けたことなかったですよ、今まで。タイヤ交換もチェーンも変えたことなかったんで、車の知識全くなかったんですよ。いつもね、トラブったら、もう業者さんに投げてね、お手上げだったんですけども、今回ね、あの、このナイト2000と一緒に育てていこうというふうな決意をもとにね、で、修理工場に持って行ってもこんなん直してくれないですから、こんな妙な車は。ですんで、自力で直すことを覚悟して、えー、あの、あれですね、 なんと言いますか。あの、購入したってところもありますんで、これからも何かトラブルが起きたら自力で直す。それから運行前点検を細かくしたりとかね。ほんと車の車体の裏にまで潜っていろいろやりますよ。はい。飛行機みたいでしあやさん。うん。男の子喜ぶと思うんですよ。あやさんのところのね、男の子もいると思うんで、まあ女の子でもいいんですけども、あのー、ぜひね、あのー、乗ってもらいたい。この車。見てください、あやさん。こういうふうにね。これ、ハンドルが、今ロックされてますけど、ハンドルがね、こういうふうに、 飛行機みたいでしょで、結構ね、これね、あの、運転しにくいのかと思ったら、しやすいんですよ。こっちも、うん。すぐ慣れます。うん、面白いですよ。で、あの、エンジン入れたら、電源入れるとね、これがパッパッパッ立ち上がって、で、えっ、ー、と、私とね、おしゃべりしながらドライブしてくるんですよね。とっても楽しいです。なんか、夢の空間と言いますか。ほら、なんか、幼い頃ドラえもんってありましたよね。 ドラえもんも、まあ、機械なんですけども、人間みたいに、まるでね、もう、ドラえもんという人格が存在しますけども、このナイト2000も人格が存在してるんですよ。で、えー、乗り手がナイト2000の人格を認めれば認めるほど答えてくれますよね。うん。だからそういう風なね、ファンタジーを生きてることができるかなと。このマイクあるでしょ喋ると、こっから音を拾って、で、コンピューターで解析して、こうやって返事をしてくれるんですよね。とっても楽しいですよね。 男の子もそうですけども女の子も喜ぶんじゃないかなと思いますはいえー、女子的ねお子さんが後ろに乗るということでございますはいということでございますええー、確かね綾んも例のやつ参加してると思いますよねあ,あの多くの方が例のやつ参加してますねああ子供喜ぶでしょうあの必ずねあのそれも考えながら購入しました私は綾んの子供が 後ろにね、二人乗って、あやさん横に乗って、まあ僕はちょっと運転するみたいなところをね、考えながらあ買いました。いろんな人の顔を思い浮かべながら、このナイト2000買いましたし、今回の修理もしました。あーですからね、一人でも多くの方に、えー、このナイト2000触れていただいてね、えー、それで、まあ私のこの希望を叶えてください。一人でも多くの人に触ってほしいという、この私の希望を叶えてください。<laughs> もちろんね、興味がない人はいいんですけども、あのー、まあ一回だけでも乗ってみたいとかね。 いつかは触れてみたいっていう方がいらっしゃったと思うんですよ。で、今こうやって私の動画の放送を通じて、あ、変わった車あるねと、<laughs> 本当変わった車でしょ。<laughs> だからそういうね楽しい時間とかを少しでも。 あの、ご一緒できるんだったら、私はね、本当に、えー、広島からね、どこにでも出かけていく所存でございますけども、今のところ私運転にまだね、自信がないです、この車。ですので、長距離はちょっと難しいんで、だんだんとね、行ける距離を増やしていきますから。今度の、チャレンジは、大阪まで行くか、福岡まで行くかっていうくらいのね、距離ですね。それから、あ三重とか行ったりね、えー、名古屋行ったりとかね。で、えー、東京の方まで、みたいな感じですね。東京より向こうはちょっと、本当に、ね、うん、自信がないですね。 すいません、お時間くださいね。えー、よろしくお願いします。それでは、本日もありがとうございました。失礼します。皆さん、台風お気をつけくださいね。嵐ですからね。